はい、皆さんこんにちは、さやです。今日はね、久しぶりにこのアングルから行こうかなと思います。ちょっとね、今日細々したものが多いので、ちょっとね、手元でやっていこうかなと思います。今日はですね、セリアさんの購入品をご紹介していこうと思います。まずはね、まあ、ちょっと大きめのところからということで、よいしょ、あ、ちょうどないな。はい、まずはね、こちらです。シートバッグ、これね、IKEA のショッピングバッグっぽいなと思って買ってみました。グレーですね。で、大きさがね、まあ、横が55センチ、縦37センチ、で、マチがね、35センチあって、だいぶね、大きいものになっています。はい。で、ほんとね、IKEA のショッピングバッグにそっくりなんですよ。そう。で、見た目ね、カラーはちょっと違うかなと思ったんですけども、もう見た目はね、ちょっと大きくて見えないですけど、もう見た目はほんとね、IKEA のショッピングバッグです。こんな感じでね、持ち手の部分がね、このショートバージョンと、こう肩からかけれるバージョンと2パターンあります。で、だいぶね、こう頑丈だと思うんですよ。そう。なので、まあ収納にも使えるし、まあちょっとね、大きい買い物を、今日はね、買い物の量が多いぞっていう時には、まあこれを持って行って使おうかなと思います。すごいですよね。私ね、こう初めて見て、ちょっと、これはね、もう皆さんにご紹介しなきゃと思ってね、買ってみました。こんな感じの形ですね。はい。こちらのバッグと、ね、あとはですね、こちら、はい。クラフトシール、紙。フリーカットだから自由自在ということで、これね、クラフト紙がね、もうシールになってるんですよ。ね、5枚入りになってます。はい。で、大きさがね、まあ、縦が 29.7 センチ。で、横が21センチということで、まあ、インジェットプリンター対応ですね。で、ハンドメイド、オリジナルシールの作成に、アイデア次第で使い方いろいろということで、ちょっとね、もう興味がありすぎて買ってきちゃいました。もう、うちプリンター一応あるので、一応ね、あるので、ちょっとね、それを使ってやってみたいな。なんか、うまくできればいいですけど、なんかうちのプリンターも結構ね、年代物的な感じなので、実際のところどこまで対応しきれるかわからないんですけれども、はい、こんな感じで。こっちはね、クラフト紙ですね。で、シールになってます。剥離紙がついてて、こんな感じで。で、結構粘着もだいぶあると思うので、これはね、ほんとアイデア次第では、いい感じに使えるんじゃないかなと思います。ほんと、クラフトでね、この、使われる方はね、いいんじゃないかな。で、初めて見たんですよ、セリアで、この、プリントできるね。シールのやつ。クラフトシールのやつ。で、これね、ちょっと使ってみたくて買ってきました。はい。で、続いて主人の購入品ですね。はい、こちらです。ちょっと。よし。はい。こんな感じのね、シートジャケットハンガーということで、肩幅44センチ。で、耐荷重量1キロってなってますね。こんな感じでね、ヘッドレストのポールのところにセッティングするみたい。あ、これ、ここでね、ポールのところにここを挟むんだね、これね。で、服をかける。あ、なるほどね。そっか。だから、窓側にハンガーとかつけなくてよくなるから、外が見えますよっていう感じなのかな。はい、こんな感じでね、
ヘッドレストのところにつけてかけるみたいですね。で、邪魔にならなそうなので良さそうですね。ちょっとこれうちの主人が発見したんですけど、意外といい便利商品かもしれない。はい、ちょっとこれは主人が使うことでしょう。はい、で続いてですね、購入してきたのがこちらです。寿司巻きの太口24センチ×21センチです。この間買ったやつとこの竹のやつを両方購入して、で日常の方でね、ちょっとこう巻いてみようかなと思って買ってみました。で実際糊がね、滑らないのはどっちなのかなーって不思議に、まあこっちの方が滑らないのかな。でも使いやすい方をね、使っていきたいなと思ったので、今回はちょっとこちらの方も一緒に購入してみました。ちょっと楽しみですね。はい、で続いてがですね、こちらです。はい、もう我が家定番のね、ロープボール5センチ、これ豆ちゃんのね、ロープボールですね。もうぐちゃぐちゃにしちゃったのでリピートです。はい、これは豆ちゃんとね遊ぼうと思います。で続いてご紹介するのがですね、よいしょ、はい、こちら、これ可愛くないですか。もうマイクロファイバーのタオル、エレガントループ付きということで、これ2パターンあったんですけど、このストライプタイプの方をね、購入してきました。はい、でストライプじゃないとこういう感じのねタイプになってましたね。で、ちょ、ここにね、ループがあるので、ここで引っ掛けて、手拭けるってやつです。かわいいですよね。リボンと、この形が。これもね、ちょっと、キッチンでね、使いたくて買ってきました。よし。はい、で、続いてがですね、じゃーん。こちら。合わせ焼き網。バーベキューとかで使うやつ、こんな感じの。です。で、これはね、ちょっとキッチンで使おうかなと思ったら、直火でね、使おうかなと思って買ってみました。直火で使ったらまずいよね、でも今考えたんだけど、思ったんだけど。垂れちゃうもんね、下に全部ね。夏場、うちでバーベキューするときに使おうかな。ソーセージとか野菜ね。あ、でもね、ホットサンドも OK みたいなので、ちょっとね、試してみたいなと思います。どうだろう。うまくできるかな、これ。よいしょ。なんかね、最近、100均でこういうさ、アウトドア用品系って増えてるじゃないですか。でも、やっぱサイズがね、ちょっとちっちゃいんですよね。そう、サイズが。あ、横に開くタイプです。横。こんな感じでね。横に開きます。で、これをね、こう上に上げて開かないようにするみたいですね。とね、夏場、バーベキューでね、使ってみようと思います。はい、続いてがですね、こちらのグラス。この間私がね、ライブ配信の時かな、飲んでた、ダイソーの100円のちょっと大きい、薄いこういうグラスね。あれ、てっちゃんが割っちゃったので、こちらを購入してきました。セリアのやつはね、結構分厚くって、ちっちゃめなんですよ。で、前これ使ってたんですけど、やっぱりあっちの、ダイソーの大きいやつの方が私的には好きかな。これね、ルスプリットグラス 260ml って書いてありますね。はい。形が好きでね、こういう感じの形が好きで、このグラスをね、使っています。で、続いてがですね、はい、こちら、スリムフォトフレーム、L 版サイズ用ですね。で、縦横兼用で、このね、デザインがすごく可愛かったので、買ってきました。サイズがね、縦 12.7センチ、横 8.9 センチですね。で、縦でも横でも使えますっていう感じなのでね。
もうこれはね、ちょっとインテリアにこのまま使いたくて買ってきました。かわいい。で、続いて購入してきたのがこちらです。じゃん。シリコンキッチンツールキーパー。モノトーン2個入りですね。で、これね、ブラックとホワイトとグレーがあって、これグレーになります。で、幅がね、1.4 センチ。ここかな？いや、違うな。ここかな。で、厚みが1センチって書いてありますね。で、キッチンツールって結構ね、こう置くのに、ちょっと場所をね、キッチンツールホルダーみたいなのもあるんですけど、ちょっと朝バタバタしちゃったりとかするので、もうこれでちょっと挟めたらいいかなと思って買ってきました。セリアさん、この星型のやつね、ちっちゃくって星型の菜箸に、こう通すやつ。あれもね、結構人気商品だったので、ちょっとこちらも気になってね、買ってきました。はい。で、続いて購入してきたのがこちらです。はい。プランニング付箋ですね。で、これはもうゴールとかもう決めて、このね、書いていくっていう感じの付箋ですね。はい。で、のり位置は下ですね。この下に。あるんですね。で、見出しインデックスが、ここでね、あるので、日付を入れて、で、ここでね、ゴール。で、この何をやっていくかっていうのを、ここに書いていくリスト、トゥードゥですね。を書いて、このゴールを目指すっていう感じです。で、カラーもね、こう、ちょっと、くすんだ感じの、ブルーかな。になってて、ね、ちょっと可愛かったので買ってきました。まあお勉強するのもね、全然このトゥードゥーリストも使えるし、で、仕事でも使えるので、私的にはね、これは結構いいかなと思います。はい。で、続いて購入してきたのがですね、こちらのワックスペーパーです。15cm×15cm の30枚入りですね。で、これは前からあった商品かなと思うんですけども、ちょっとね、私持っていなかったので、購入してきました。で、30cm×30cm ってね、この箱をから取ると、まあ、そんなに大きくない感じ。はい。あ、ちょっとくちゃってなってる。こんな感じのデザインですね。もう、かわいい。コーヒーミルとか、このちょっとね、このデザイン見たことないなと思って買ってきちゃいました。可愛いですよね。はい。で、こちらのワックスペーパーあと、で、あとはですね、こちらですね。はい。ダイカットジップバッグです。5枚入りのものをね、買ってきました。夢ホスピタル。これもね、新商品じゃないと思うんですけど、まあ、私がね、持っていなかったので、今回ね、新商品ラッシュに入る前にね、一つ買ってきました。かわいい。で、ちょっとね、入り口が狭めかなっていう感じなんですけど、かわいいですよね。こんな感じです。もう好きなんですよね、こういうの。使いづらいの分かってるんですけど、ついつい買っちゃう。はい。で、続いて購入してきたのがですね、はい、こちらです。かわいいでしょ、これ。シール。よいしょ。はい。デザインシール、花瓶ですね。発光されてて、すごく大人っぽいデザイン、素敵。で、これがね、ピンクで、よいしょ。はい。で、あと、こちらもありました。こちらはね、食器ですね。ブルーの方が。器。デザインシール、器。はい。かわいいですよね。こんな感じでね。ちょっとしたね、日記の、
アクセントに置けるかなと思って買ってみました。かわいい。で、続いてがですね、こちらです。ステンドグラスのねシールです。で、これ一つ一つが大きいので、ちょっとあのシールの個数自体は少ないんですけど、買っちゃった。デザインシール月と猫ですね。こんな感じですごく可愛いです。で、透けてる素材なので、ちょっとね、ノートの罫線とか入ってるところに貼っちゃうと、このシールの可愛さがちょっと半減しちゃうかなと思うので、これはあのね、あのこうファイル、お裾分けファイルとかのデコレーション、まあコラージュに使えたらなと思います。で、こちらのタイプと、あとはこちらですね。これもね、すごく可愛いんですよ、お花。で、こちらがデザインシール、花と鳥。可愛いですよね。やばーと思って買いました。で、続いてね、購入してきましたのがですね、ちょっと、酔ってるな。はい、こちらです。ポイントステッカー、マスキングテープ素材ですね。で、こちらがタイルカラフルのピンクとかね、ちょっと薄い感じのカラーになってて、もう可愛いですよね。140ピース入ってますね。35ピースが4シート入ってるということです。可愛い。で、あとはこちらですね。ちょっとブルーが濃い感じの。マスキングテープ素材のポイントステッカーです。こちらはタイルネイビー。で、こちらも35ピースの4シートで140ピース入ってます。すごいですよね。なんかね、これアレンジ自在だなと思いました。もうね、すごすぎてね、買ってきちゃいました。両方ね。はい。すごい。で、今回ね、セリアさんで購入してきたのは以上になります。何かね、参考になるものがあったら嬉しいなと思います。新商品ラッシュがね、始まっているセリアさんなんですが、まだね、うちの方にはちょっと入ってきていなかったんですよね。まあ、明日もまたね、セリアパトロールに行こうかなと思っているので、新商品がね、もう入ってき次第ご紹介しようかなと思っているので、楽しみにしてもらえたら嬉しいです。はい。それではまた、次の、あ、違う、今日も楽しかったよって思ってくれた方は、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いします。コメントの方もお待ちしておりますので、残してもらえれば嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。